はい、ということで、うん、原口コナン一回も見たことないでしょ。マジで一回も。親父は超好きですよ。あ、そうなん。親父の方が好き。え、何で連載してるか知ってる？サンデー。ああ、それは知ってんだよ。作者の名前知ってる？青山剛健さん。ああ、剛昌さん。剛昌さん。ああ、でも大体分かってんな、じゃあ。いや、あの、刃っていうやつを書いてたね。ああ、そう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 。刃が確か12ちゃんかなんか前やってて、落ちてた時。それは見たんだけど、コナンになってから一切。アニメも？アニメも一切見ない。漫画も一切見ない。え、本当に見たことないの？近代少年の事件簿で終わってる。ああ、え、主題歌は口ずさめるハミングで。あ、トゥーミックスね。トゥーミックス。何それ？コナンの声やってる高山？南さん。南さんがトゥーミックス。あ、確か初代確かトゥーミックスだったね。乱太郎の声でも同じみ。そうそう、トゥーミックスっていうなんとかね、ちょっと小室哲哉雰囲気のサイバーテイストの音楽やってる人たちがいたんですよ、うん、昔、うん、でその声の人が確か高山、そうそうそう、主人公ぐらいしか知らない。え、それは何？テレレレーのやつ？あ、違う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 、なんかジャスパインでベン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 みたいな、なんかそういうなんかそういうトゥーミックス、本当知らないトゥーミックス？だからコナンの歌ったらテレレレーだよね。だからそれ言ったらまあなんかアニメの中のあれじゃない？うん、ね、うん、そう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 、だからもうパパポンパッポンパッパンみたいな、ドラえもんのアニメみたいな、はいはいはい、あれだけど、うん、そうそうそう、だから結構ね、主題歌はすごいってね、知ってる？あのエンディングとか、ね、アニメのキャラクターとか分からへん。おにぎりみたいなでかいですよ。ゲンタ。ああ。原口見てるやつな。ほんまに全部知らんやつの。大体感じやな。ほら構成比率一緒やん。ジャイアンツ。そういう。ジャイアンで規定列で言うと、うん、豚ぐらいでしょ。大体もうマトリックスというかその、うん、ちゃんと決まってんだよね。そのアニメでどういう人が出たらいいかみたいな。うん、構成員みたいなね。構成員みたいな。うん、だから美少女系のアイドル漫画とか、うん、美少年系のアイドル漫画もだいたいキザなやつとか、うん、ちょっとお承知者のやつとか、うん、見た目でも分かるんだよ、だいたい。え、じゃあコナンマジで知らないってことはコナンの名前の由来とかも分かんないってことか。でも江戸川でしょ。俺昔江戸川なんか推理小説結構読んでた。おお、西村、素晴らしいね、西村京太郎、なんかああいうの、はいはい、そうそう、タイムトラベルみたいなね、ああいう系は読んだから、うん、だから江戸川乱歩ってのはしないけど、コナンは江戸川乱歩でしょ、うん、江戸川乱歩は江戸川乱歩さんをね、確か文字って江戸川乱歩って言ってる。あ、そうなんだ。そう、あと双葉亭指名って人は双葉って死ねってやつを文字って双葉亭指名、ってやってたんですけど、全然コナン関係ないね、紛らわしてるだけ。え、で、え、コナン、そうか、じゃあそれもわからんのか。コナン、なんでコナンになったか。未来探偵コナンだっけ、なんか。ああ、あるね。またそれはまた別かもしれないけど。確かにこれもう知らんすぎて何聞いていいかわからへんのか。確かに何個、何個さんみたいな。え、じゃあコナンが何歳かもわかんない。2パターンあるよね。うん、変身するの知ってる？変身する？うん、どうやって変身するか知ってる？薬飲むだけ。ああ、うん、ちょっと親父が見てたから。あ、1話丸ごと丸々見てたんだよ。アンチですか？いや、アンチです。いや、アンチだって見てないんだって。アンチってほら見た上で作品に対してどうこうでしょ。アンチも何も見たことない。確かにな。この国で当たり前だってドカベーション。ドカベ。いや、なんか目には入るよな。漫画やから。アニメは違う。映画もめちゃくちゃやってるし、いや、まあ俺もね、言うてそんな見てなかったけど。そうか。え、じゃあ、あれか。コナンの本当の名前も知らない。あれ偽名だから。あ、でもサロンに書いてあったな。嘘。5月4日ほら俺らのチャンネル立ち上げ日ですみたいなの書いたら、うん、その日は工藤新一も一緒でしたもん。おお、それ知ってんの？じゃあ工藤新一は何歳か知ってる？大本、うん、高校生じゃないの。おお、で女の子がいて、うん、その子の名前知ってる？ピンクの人やね。ピンク、うん、
なんか昔のこの肩パッド入れたような服着てる。ああそうだ、ピンク古いんじゃないですか。ピンクじゃないかもしれんけど肩パッド系、工藤静香さんみたいな、うん、そういう髪の人でしょ。あちょっと遊戯王に出てくる女の子、はいはいはい、はい、そのイメージあるの。ランね、ああランネさん、モーリーランネ知ってるやん、ランネちゃんとかね、ランネさん言ってる。一話丸ごと見とる。でもいいでしょ途中で何千話ってるんだから。いや見れない。あそう、えどういう話だと思ってるのコナンは。あの空想で殺人者だって。そう、なんかその縦筋みたいな、その一話完結じゃなくて、まああらすじ、ちょっとあらすじな、どんな感じだと思う、名探偵コナンのあらすじ。あらすじ、うん、どういうこと。物語のあらすじ。大体だから雪山とか行って、うん、そのペンション近代地だろ雪夜叉伝説だろそれ、ね、川を渡るのに逆にわからん、ね、藁をこう引いてその一瞬で凍るから水をねそう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 、知ってるアニメは、知ってるアニメかけたらもうあの橋ができるんだよな。橋ができるんだよ。そこで時短でアリバイ工作で言うんだ。そうそうそう、本当はぐるっと回んなきゃいけないけど、そう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 、即席の橋が作れて、で橋が溶けて消えるんだよな。そう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 、すごいなと思ってだからもう金田一お腹いっぱいだね俺でも。そういう漫画は。ちなみに金田一高2なんだけど、はじめちゃんね、工藤新一も高2です。あれ、そして、高校生探偵サンデーじゃん一緒に。あマガジンだ、マガジン。金田一康介の孫の金田一はじめは高校生探偵で有名ですが、工藤新一も高校生探偵として有名人です。めちゃくちゃ一緒に。確かに、だからフォーマットがあるんだよ、やっぱ。そういう、でもすごいな、金田一はもう終わってるのにさ、コナン何千話ってやってるじゃん。すごいな。そのトリック知りたいの、一番。まあ、トリックは作れるんじゃない青山剛昌先生が。だって何かぶるトリックあるじゃんって。だから青山剛昌先生が犯罪のパターンいっぱい考えたら、もう逃げられまくっちゃうんじゃない。なんかあるんじゃん、ほんとそれを模倣犯みたいな。まあでも多分推理小説とかからオマージュとかあると思うけど、千何パターンやるって相当作家人についてるの無理だよ、毎週。このトリックどうですか。いやこれはここは穴だからね、守られるだろうけど。でも相当、いやいや荒いよこのトリックっていうのは絶対あるよ。だって金田一少年もだって、ね、漫画何回も出てるけど、うん、そんな1話で終わるようなそのトリックじゃないからね。何話にわたってこう雪夜叉伝説みたいな。確かにそっちの方がね、ずっと見たい人多そうやけどな。1話で1話でしょ、それなりに1話で完結。まあ大筋はあれがすごすぎて、なんか人の命をなんか淡白に扱ってるみたいな。ちゃくちゃ男子みたいな意見やそういうそんな言い方してる。なんか飯時になんかまあ死ぬじゃない、うん、あんまそういうの見たくない。だからアンチアンチじゃないんだけど確かにあの見せてる時間帯がな、ちょっとどうなんだみたいな瞬間は確かにあるけど。そうそうそう、親父が隣の部屋で見てるところはこっちはファミコンとか。ああ。親父は超見せた文句じゃないけど、ただ単純にまず一番見たの近代少年の方がめちゃくちゃ少年の方がおもろいっつってめちゃくちゃ俺はじゃあ近代少年も全部集めてまあ考えがおじさんだな、めちゃくちゃ。そうだな、コナンのすごいよ。だってもう何世代にもわたるもうシュプリームみたいなもんですよ、うん、何世代にもわたるやでも一応あれなんかな、来年だったか30周年、来年だったか今年だったか忘れちゃったけど、連載30周年とかで、あのまだ数ヶ月しか進んでないらしいから、物語は。はい、数ヶ月実際は。あ、この時の中で、うんまあまあまあ進んでみてあれだよね。サザエさんも一緒に進んでないもん。進んでない。まあでもほぼ進んでないに等しいけど。確かにな、あれオチあんのかね、こうなんて。で、どうなの最後。まあだから戻るってこと。最後もうそもそも最初知らないじゃん。いや、なんかそのお子さんになるじゃん、うん、だお子さんからいつの間にか戻れなくなるとか。いや、まあ、うん、なんか要は薬飲まされて高校生がちっちゃくなるの。そうだね。そうそうそう。なんであれすぐスイッチできるの。いや、あれはなんかなんか刑事の声もやるじゃん、おじさんの子供の声。え、子供兵器みたいな。兵器、それはね、家の横にね、発明家が住んでて。そんな都合的である。で、その発明家に俺これ薬のせいでちっちゃくなっちゃったんだよっつって、でその博士しか知らない
昔の話とかをして信じてもらえて、で協力してくれるなるっていう。そいつがバリすごいんだけど。まあ漫画だからね。それでやっぱ千何話とかね、見てる人もいるわけでしょ。確かに。すごすぎる。大筋の話は全く進んでないよ30年。ね。どういうアリバイ工作で。いい加減あれを出しに短編をいっぱい出したいだけだと思う。まあでも映画でちょっとずつ進んでんじゃない。逆にそのトリックさ見すぎてさ、かぶってるとこもあるだろうし、お面白いトリック出てくるのかどん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 。ただ世の中の、まあ、iPhone とかそういうあと位置情報を使ったトリックにアップデートされてるわけですよ。まあされてるっちゃうよ。されてる多分ね。見てる。いや見てないから。見てないのか。いや俺もようわからんのよ。そうだよ。それは話ダメじゃん。そういうトリックがその時代にあったね。うん、そしたら時は進んでるわけだよ。当時の1990年代ぐらいのいさちゃんだね。まあでも昨日やってた映画は確かに現代っぽかったよ。っていうのもその監視カメラの映像をまあすり替えるんだけど、そのすり替えて CG 使ってごまかしたりだとか、あとなんかその顔認証あるじゃん、顔認証をあの使った話とかも出てくる。じゃあ時は進んでるわけじゃん。進んでるわけ、5ヶ月とか言ったけど、時は進んでるのになぜあの子たちは進んでないのか。このパラレルワールドなんですよ。まあ、あのアニメとか漫画ってそういうパラドックスあるから。そうそうそう、だからトリックのそういう使える用具はデバイスは進んでるのに、あの子たちの時系列は進んでない。これが一番トリックなんです。女の子とかめっちゃ好きだよ。ほら女の子マジ好きだな。めっちゃ好きなの。何話とか何話すの。いやもう見てるだけでいいねだから、はい、乾杯っつってコナン見たみたいな。もうほんまにそうらしい。いやマジで分かる分かる。その温度やな。俺ワンピースもアニメ途中でやめちゃったし、全然見たね。結構近いよ。あの約束のネバーランドは全部見てんだよ。あ、そっちは行くんだ。約束のネバーランドは全部見たけど、ああいうちょっと都市伝説系じゃん。牛島くんだから。牛島くんだったら漫画全部行かせよっすよ。牛島くんとか見るんだ。そう、でも牛島くんとかさ、やっぱ千何はできないじゃん。まあもう終わってるし、継続的って今もなおこの、ね、女性人気とか子供人気が高いコンテンツを作り続けるっていうのが、うん、すごいね。すごすぎる。もう単純にそれだけ。そうか、じゃあコナンはマジで、え、毛利小五郎とかもじゃあ分かんないんだ。明智小五郎。お、素晴らしいね。そういうのが出てくるんだ、うん、まあでもコナンはあれね、コナンドイルと江戸川乱歩から来てる。そう、はいはい、だからその薬飲んでちっちゃくなった後にランに会う瞬間があって、そのランに名前なんていうのって言われた時にとっさに本棚の後ろにあったその江戸川乱歩とコナンドイルを見て江戸川コナンって名乗る。え、その何、名は、ね、体をなすみたいな感じで、うん、その、ね、薬小説作家を名付けたからゆえに周りで殺人事件が起きやすくなる。いや、それはたま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 毎回かけするの。そう、大変じゃない振動毎回したい見てさ、あんなまだ高齢者だよ、うん、しかも小学校1年生だから一応ね。ああ、コナンはね、うん、いやでもさ精神よりも高齢なわけでしょ。確かに。それでさあんなずっとおかしいよな、ね、そういう現場見たら精神病んじゃうんだ。いやいや、でも強いんだよ工藤新一って。強いから、まあ、まあ強い、まあアニメだからね、うん、と見てる視聴者がってことだよ。いや正直だ、どういう結構残殺みたいなね、アニメーションみたいな結構柔らかく書いてる。毎回多分誰か死ぬ、まあ、そんな残酷ではないかな。そうだ、毎回誰か死ぬでしょ。毎回死にやしてる。それを千何枚やっててそれを全部見てる人いる。原口みたいな意見があってもいいよな。それをゴールデンタイムで流すわけでしょ。じゃあ BPO だ。いや BPO と、いやまあそのなんだろうな、近代少年は、まあ、実質ドラマでアニメだったっけ。アニメもなってるよ。あれ夜9時だったの。現在ちょっと飯時が先だからね。当時当時は多分90年代とか今よりテレビを見る文化が根強いから、大体7時8時に、まあ、夜飯ですよって言って、で伊藤家の食卓とか見ながらこう飯食うのが、まあ、鉄板パターンとか。でその時にもうやってるから7時半だよ、おんちゃんで残殺アニメ。犬屋舎のあたりだった。犬屋舎ね。そう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 、犬屋舎もサンデーだったから。そうそうそう、ね、でも見ないんですか。見たのよ、スロットしかと思う。マジで、そういうアニメ全然見たらエヴァンゲリオンぐらいじゃないですか、ちゃんと見てる。確かに。当時で。あれや、
不思議な30年間キャラ新キャラも特になくてね、ようやってる、まあ、まあ新キャラ一応出てんじゃない、うん、いろいろとね出るけど、俺も多すぎたらもうね嫌なの。DVD よう分からんねん、俺も怪盗キットとかよう分からんねん、何がしたいんか分からんねん。いやそれ最新のでね、実はね、いろんな共通点が分かったのよ。あ、そう、怪盗キットってもう、まあ、あのマジック怪盗っていう漫画があって、まあ、それもあの青山剛昌先生が書いてる、まあ、コナンより前に書いてるそういうやつなんだけど、それが工藤新一と見た目全く同じなのよ。で見た目全く同じやんけって最初言われてたのを逆手に取って工藤新一 その変装したりとかするわけ。おだから工藤新一があのコナンになっちゃってて、コナンから工藤新一に戻れない時にあのカイトキッドが新一のふりしていてくれたりとかするわけ。あ、それちょっとなんかまあ偶然みたいな。そうで、このウリ二つの二人何なんだってずっとこの30年ほぼ約ね、映画で出がちだね、うん、これ実は、はい、腹違いだったっていう。腹違い、それ後付けも、でそれ最近分かった。いやでも元々振ってたっぽい。なんで似てるかは、いやなんか昔のね単行本かなんか書いてんだよ、この秘密はいつかみたいな。なるほど、ね、それどうよね、このワンピースでしょ、そのさ何千までやってる人たち、そう最初に振ってるやつを思い出して回収してるのか、うん、あえてもう全部100まで作ったやつをバーって書いてちゃんと振ってんのか。いや肉付けでしょ、ずっとプロット作ってて肉付け。原口はどう思う？いや俺もう、はい、じゃあ連載開始しますっつって伏線いっぱい書くぞっつって書いてたらすごいと思う。大体肉付けじゃないっていうか、後付けというか。よし1から100まで。何そのバレー部、女子バレー部みたいな。いやだから大まかなストーリーは決まってて肉付けでしょ。あ、なんかすごいっていうか、ワンピースめちゃくちゃすごいよ。ワンピースも長く見てないし、そういった意味ではとっつきやすいよ多分はコナンの方がね、まだね1話で俺じゃん。確かに。でもやっぱコナンマニアはあれだから、何話のあのトリックすごってないか、あのね、シーンすごったねみたいなわけでしょ多分。まあ、だから杉垣男子のあのクレイジーダンクの回が好きですとか言ってんのと一緒だから。なんはそんな。でもマジでそのノリよ多分。いや歴史が違う。そのノリよ言ってんのは。歴史が違う。あの回が熱いとか絶対ある。だそういうね凄惨な事件を扱って千何話もう何千話ってやるのはもう尊敬でしかない。本当すごい。金田一でもできなかった。あんな面白いよ漫画。まあ実写だとね、その剣持警部がね実際に亡くなってしまったっていうのはね、ああファーストシーズンのね、そう、うん、変わったんですよ剣持警部。いやもう不良屋さんからどん、いやあれはあれで完結してる。あそうか、うん、恋はミステリーとかね、そうそうそう、山下達郎さん青春だったね。え それもテレビでアニメやってた。アニメやってたよ、7時代かな。だからドラマが先だっけ。ドラマが先かな。ドラマすごいセンセーションだもん、金田一初めの。だから本当に近畿がバーン来てる時に剛がやってるから、だから未満シティ、僕らの駅未満シティ、ね、ファイブ、うん、そして金田一康介、あ、いや金田一初め、若葉の頃とかもある。若葉の、あ、ただ6社からあるぞそれ。あの頃の夜9時ぐらいでの近畿キッズはもう覇者だったの。だって近畿出したらもうすごい視聴率みたいな感じだと思う。それも結構残虐的なシーンとかある。あるある。だって銀狼怪奇ファイルは第1話首なしライダーだからな。うわ怖っ。うん、でもマッチのね曲最高だったね。ああ、ミッドナイトシャッフル。ミッドナイトシャッフル、うん、超好きだったね。天使のようなね、分かりやすい単語でね、悪魔の笑顔この街に溢れて。しかもあんま上手くねえからいいんだよなあれ。マッチってあのそのままストレートに歌うからあれがいいんだよ。あのなんかね、そうそう、コナンってだって実写やってないでしょ。実写やってない。実写はないんだ。あ、でもなんかやってたかもな。舞台とかあんのかな、いや分からんけど。なんか大栗旬がやってたような気がするな。あ、やってた、ね、やってたやつ、やってたよな、うん、コナン出てこないパターンのやつな。え、うん、工藤新一として解決する実写は確かにやってたわ。ファンカメラみたいな感じ。ああ、それは確かにやってんのみたいな。いやーでもやっぱ実写やってそれが成功するとやっぱもっとあれかもしれない、面白いかもしれない。難しいよ。でもやっぱ強しやってほしいな、ね、近畿の強し。
もう44とかよ。ダブルシフト。どっちも。初めもやって、この、その高校生ぐらいの時は当時ね。当時。それが、高一がコナンとか、なんかこう、近畿地って、何そういう推理系やってたみたいな。それも面白いかもしれない。当時ね、もう当時もしあったの。当時もしあったの、うん、今もうちょっと大人になっちゃった。今もうちょっとね、だいぶ。だってコナン実写化すると誰今。若い男の子がいないんじゃない？何話男子ちゃう？ミッチーじゃない？道枝君？うん。まあでも金田一やってるけどな。あ、じゃあかんわ。金田一なんか何個かね、代々やってるのね。だから剛、松潤、亀梨、山田君、ミッチーじゃない？山田君。ハイハイジェッツじゃない？ハイハイジェッツ。バド？いやジャニーズ。まあもう今名前違うか。あれ？A グループか。A グループかもな。A グループ。うん。トリプルじゃなくて？トリプルじゃない。ごめん俺。そうだ。ごめん誰一人分からへんけどグループ。トラビスジャパンとか。おもろいかおもろいか入れて。だからまあ全部その。B ファースト。いやそれまたあれ会社が違う。だからジャニーズ系の会社なので今言ってるの全部。なんだっけあれ名前。スタートスタート。コアボーイね。旧コアボーイ。なんかそれ超えへんわ。ノベルコアじゃん。美形だし、うん。それ超えられへんわ。てかあれだよ、スカイハイも元ジャニーズだからな。そう。うん、じゃああんなかっこいいな。うん。まあ、やっぱでも、まあ、ジャニーズ、まあそうね、今、スマイルアップ、ね、スマイルアップ。いや、違う。名前変わった。え、まだ変わったの？そのスマイルアップはあれだろ。2B？ いや、違う。それタッキー。やっぱあの日のね、イケメンの子がやっぱそのね、コナンやってほしいよね。若くするような、もしやるんだったら。確かに。もう相当ね、論争起きると思うんだよね。もしじゃあ、それだったら見る。え、いや、強しさんだったら見る。44が高校生演じで。難しいよな。イケメンも CG でいるのよ。CG やるんだったら別に強しじゃなくていい。もうでも30か。こんな事件だ。道枝くんは今何歳？みち20なったか？分からん。どこらなんだろうね。今でもなんかやってるよな。昔だったらね、小池栄子の息子役でなんかドラマ見てたんだよ。なんか沢尻エリカと。沢尻エリカの息子だと思ったら、うん、小池栄子の息子だったみたいな。なんかドラマがあったのよ。なんか。それで道枝くんまだ小さい時。出てたの、うん、もうその時はもう美形だったわ。あ、これコナンに適してる。12、3歳ぐらいってこと？そうそうそう。小学校高学年ぐらいからだったかな。メガネが似合う子じゃダメかな。道枝君がじゃあ高校生のじゃあコナンとしたら小さいバージョンのコナン、これ一番難しいでしょ。誰分からへんよ。子役そんな詳しないし。誰も子役持ってこられたら難しいよな。ということでね、こんだけやっぱねコナンはね、知らない人でもこうね喋っちゃうっていうね、うん、よくありますね。皆さん、ほら見てください。